写真に写ってはちょっとまずいっていう方いられましたら先生の方にお願いします。教えていただいてもいいですし、写真撮られる方はカメラ向けられた時にこんなんしてもらっても大丈夫です。もしくは私アプリ写してくれる方は教えてください。アプリします。よろしくお願いします。ではこれからは2人の先生の方にマイクの方を出したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。チャララチャララララララ幸せなら手を叩こう、幸せなら手を叩こう、幸せなら太陽で死んでそうよ、空みんなで手を叩こう。もう一緒にどうぞ。幸せなら足ならそう、幸せなら幸せなら太陽で締めそうよ、空みんなで足ならそう、幸せなら笑いましょう。わあでも、
体に及ぼす効果というのは一緒なんですね。なので作り笑いを体操にしていきましょうということで考えられました。で、笑う体操と、ただ笑う、理由をなく笑う体操と、ヨガの呼吸法がヨガなんですね。それを組み合わせたので、笑いヨガという、ラフターヨガって言ったりしてるんですけれどもね、今、世界、どうだ、110カ国以上に広がってます。で、日本でも1万以上のグループがあって、いろんな箇所でリーダーとかがされてたりとか、まあ、テレビとかでもね、私たちもCBC の取材を受けたりとかしてるんですけれども、テレビとかでもこういろいろ放映されています。放映というか、放送されて、案内されています。コロナ禍の時は特にね、皆さん引きこもりがちだったので、おうちで笑うといいですよってバンバンやってたんですけれども、まあ、今回ちょっと落ち着いてっていうのがあって、こうした会場でもさせていただくことができるのでね、今日は皆さんと一緒に体験していきたいと思います。そして、笑う体操なんですけれども、たくさん酸素を吸うので、体の中に、ね、こう活力がみなぎってくるというのを感じられるかと思います。ちょっと準備したいな、風邪とかではなくって、アレルギー、温暖化されるので、咳が出てるんですけれども、風邪とかではないので、申し訳ない、もう見苦しい。急にちょっといなくなってしまって、ちょっとでも咳が出るので、マスクだけさせてもらおうかなと思って、すいませんでした。最初ね、アイコンタクトをなるべく作りながら、笑っていくんですが、皆さん今から5歳、まあ、皆さん年はあえて聞きません、5歳の子供の遊び心に戻って笑っていただきたい。5歳ですよ。普段いろんな方がいろんな方がね、肩書きがありますよね、まあ、主婦であったり、お母さんであったり、おばあちゃんであったりとか、まあ、女性であることも一つもそうですよね。女であるからやらなきゃいけないこととか、いろんなものがあると思うんですけど、ちょっと一回ポイント外に置いといてください。みんな5歳の可愛らしいね、何々ちゃんって言われてた頃の遊び心に書いてね、男性の方もいらっしゃるんですけれどもね、社会に出るといろいろ重いものを背負ってしまうじゃないですか。それも全部ちょっと置いて、5歳の遊び心に帰って笑っていただきたいと思います。で、アイコンタクトを取りながら笑うと、人間にはミラーニューロンといって、モノマネをする細胞がちゃんとあるんですよ。変なのって思いながらも、思わず笑ってます。これミラーニューロンが働いてるんですね。思わず人が笑うと笑うっていう、これを利用しながら笑っていきます。そして先ほども言ったように、科学的な根拠に基づいて、エビデンスっていうのがしっかりあって、笑いは作り笑いも本当の笑いも同じ効果があるよっていうのに基づいて笑っていくので、安心してやっていただきたいと思います。ちょっとね、抵抗を感じられるかもしれないんですけれども、普段ね笑ってないと特にですね、ちょっと書きますね。最初に難しいこと喋っても、笑った後みんなここ帰る頃でハーって忘れちゃうからね、そんなに長くはあれなんですけども、これ数ね、3000から見えますか、今で見ますね、4000から15、これ何かの対比の数なんですね。3000から4000と10から15、これは回の、これ1日に行われる回の対比です。さあ何の対比でしょうかって言われてもね、唐突でわからないと思うんですけれども、上の数は子供さんが1日に笑ってる数、下は大人になってから、そうやって思うと、今朝朝起きてからここまでアハハハハって笑いましたかって話すんですね、声出してっていうのはあるかもしれないけど、声を出してアハハハハって笑いましたかっていうと、昨日なんか楽しいことあったかなって思われるじゃないですか。なかなかね、笑わなくなります人って。なので体操として笑っていきましょうねということでやっていきたいと思います。で、ちょっとこれから笑いヨガのねセッション入っていくんですけども、ちなみに笑いヨガやられたことある方いますか？笑いヨガやったことあるよっていう方、パラパラパラ、2人ぐらいかな。はい、ありがとうございます。それでですね、新しい痛みができては何もならないので、せっかくいいことをするのにと思っても
ご自身の体の声はよく聞いてください。今やってるからつられてやっちゃって、なんか辛いすぎてお腹が痛くなっちゃったとか、腰に来たとか、何か新しい痛みができちゃったらこれは何もならないので、よく自分の体はね見ながらやっていただきたい。でも20歳ぐらいの男の子でもね、やってる最中にこうやって顔面を押さえてグーってしゃがみ込んだ子がいるんですよ、検診の時に。で、私はアハハハやりながら気になるじゃないですか。で、どうしたのって言ったら、もう笑ってないから顔の筋肉が痛くて痛くてって、もうそんなことが実際あるんですね。だからそれは新しい痛みができたので、ちょっとまで座っててちょうだいって。で、そこら辺で一緒にやらなきゃいけないんじゃなくて、立ってくださいとかって言っても座っててやっていただいても大丈夫です。で、それは笑い声を聞いているだけでも笑顔のシャワーを浴びていって、私なんか楽しいこと楽しいとこにいるのねって脳って勘違いしてくれるんですね。で、そこで出してくれるのがエンドルフィンという幸せのホルモンをパーッと出してくれるので、もしちょっとなこれ苦手だわとか、ちょっと偉いわと思ったら座っていただいてても全く問題ないのでね、なんかもう気楽に参加していただきたいなと思います。でですね、私も今ちょっとごめんなさいね、花粉症の関係とかいろんなのでむせてしまってマスクさせてもらったんですけれど、マスクして笑うと体温の上がりが余計早いと思うんです。なので水分補給とかされたかったりしたら気にされずにご自由にしていただいて結構ですので、お願いします。立っていただいていいですか。で、拍手していただきます。期待通りの答えを言っていただきました。ホワイトボードはこのためだけに出していただきました。手のひらがあります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
説明します。手のひらにはたくさんツボがあります。足の裏も一緒ですけどね。でちょっとイメージしてください。ここ頭でバンザーイってします。バンザーイ、だからここがさ肩とかのツボになるのよね。ね、またまたのところが。そしてちょっとお行儀が悪いんですけれども、こうやって足を開いた感じにして、ここが肛門とか生殖器のツボになってきます。手首のところ。じゃあ内ここは何かというと内臓になります、ね、でなんかこれで、まあ、笑い方が出てきたりとか思っちゃうと当たらないところが出てくるので、笑いヨガをやるときにはしっかり叩いてる。言葉を乗せて笑いヨガのちゃんとという掛け声があります。そのちゃんとという掛け声は一つの体操が終わる次の体操に行く間の掛け声になってくるので、これに世界どこでもやってます。今ちゃん、今からめめちゃんがやるのでちょっと見てきて、あの真似しながらやってください。なんて挨拶をするか分かる人、みんな何歳だった、はい、分かる人、インドの挨拶インドはナマステ、そうそう、ナマステね、自由に走ってもらっていいからね。ナマステって言うんだけど、笑いヨガなのでアハハハハで挨拶していきます。で、心の中ちょっとある程度自由に動きながらアイコンタクト取っていろんな方とアハハハとご挨拶してくださいね。そうですね、多くの方もアイコンタクト取りながら挨拶していってください。アハハ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 
いくないですか。暑いね。ポップとポップで、お隣の人とぶつかっちゃうから、ちょっと斜めを斜め向いた感じで。そんな感じだったね。あの皆さん、今日お席は自由席となります。自分の席に戻らなくても大丈夫です。あの後ろ向けてこうやってパックをライバックをやるように戻らなくて。ミルクシェイク、シェイクなので混ぜ合います。って言いながら混ぜます。いくね。Thank you.